こんにちは。今日は入院中のお話をしようと思います。その前に、よく聞かれるのが、自分で触ってみてわかるって聞かれるんですけれども、私の場合は自分で触っても全くわかりませんでした。場所にもよると思うんですけれども、私はこの下の方なんですね。で、もし上の方とかだとわかるのかもしれないですけれども、下の方だったので、下の奥の方、あまり表面に近い方ではなくて奥の方だったので、こう自分で押してみても全然わかりませんでした。まあ、場所がこの辺だって画像で見て、で触ってみてもやっぱりよくわからなかったです。手術の前に決めなきゃいけないことがあって、部分切除にするか全摘にするか。全摘にした場合は再建するかしないか、再建するのであれば同時再建をするか後から再建するか、こういろいろもう手術前に決めなきゃいけないことが何個かあって、でそれも結構悩んだんですよね。で先生に、部分切除の場合、私の場合こう下の方だったので、で腫瘍が、まあ、検査の時は12ミリって言われてたんですけど、その周りもっと大きく切らなきゃ、このがん細胞がこう周りにあるかもしれないので、 2,3 センチ大きく広く切るって言われたので、直径だから 5,6 センチぐらい切らさるってことなんですよね。でその下の方だったので、そこ切ると形がどうなるかっていう問題ですよね、部分切除にした場合。で全摘だと再建すれば、まあ、普通に胸はできるけど、でも私が思ったのは、全摘して再建したとしてもやっぱり左右一緒、同じようにはならないんじゃないかなっていうのと、やっぱり例えば両方切除して両方再建するんだったら左右見た目同じような感じかもしれないですけれども、片っぽだけ再建した場合ってどうなんだろうと思って、で部分切除にするとやっぱり左右で大きさが変わってきちゃうんですよね。で友達に相談したんですけど、見た目の問題、ただ見た目の問題とかって聞かれたんですよね。でその時、あそうだよな、見た目だけだったら別にこの年になって水着着るわけでもないし、人に見せることもないし、別に全摘しなくても部分でいいんじゃないかなって、少しぐらいなんか形が変わっても大きさ変わっても部分でいいかなって思ったんですよね。で再発する可能性っていうのは、部分で切った場合はその後放射線かけるので、全摘する場合と再発率は変わらないって言われました。全摘しても再発する人は再発するって。全摘して再建、今は再建が保険適用になったので再建しやすくなったんですね。でもちょうどこの私の時期にインプラントの回収騒ぎがあって、のアラガン社製のインプラントでリンパ腫が起きたっていう例があったらしくて、それで一回それ回収で、その後どうなるかっていうのがまだ分かってない時だったんです、その時ちょうど。なので全摘してもなんか最近どうなるか分かんないみたいな感じだったので、それでそういうのもあって、まあ部分にしました。まあ、そういうのがなくても自分では部分にしようと思ったと思います。で先生の方もやっぱり気になるのって形ですよね。で先生の方から、あの周りのお肉をかき集めて形を整えますって言ってくれたので、それもまあ安心できました。まず入院初日は売店で胸体を買いました。胸体っていうのは胸に、あの手術した後にこうホールドするっていうか巻くものなんですけれども、こうショルダーみたいな感じで片っぽだけなってて、こう覆うようなやつなんですけど、それを売店で
買いました。2700円でした。でその後に麻酔科に行って説明を受けました。でそれから入院手続きをして病棟の方に行きました。で私はパジャマは自分で持っていかないで病院のをレンタルすることにしたんですけれども、それで着替えて、で少ししたら先生が来ました。でこの日はリンフォシンチグラフィーという検査があるんですけれども、それは何かというとセンチネルリンパ節生検っていうのも一緒にやるんですけれども、それのための画像を撮るっていうことですね。でセンチネルリンパ節生検っていうのは何かというと、乳がんのがん細胞が最初にたどり着くリンパ節なんですね。センチネルリンパ節ってこの辺なんですけど、他の臓器にがんが転移するときにここを必ず通るらしいんですよね。ここを通ってリンパを通るらしいんですけれども、なのでここを調べるとリンパに転移してるかどうかはっきり分かるみたいです。で画像ではリンパに転移はないって言われてたんですけれども、でも実際のところどうかというと、まあちょっと話変わって、私の父が同じ年に胃がんの手術をしたんですけれども、胃を全摘しました。でその時術前の検査ではリンパの転移なしって言われてたんですけれども、一応高齢でもし転移があってまた手術となると大変なので、リンパも一緒に取りますって言われたんです。で一等その周辺のリンパ24節って言ってたかな、と切ったうちのそのうちの2本に転移があったって言われました。なので分かんないですよね。画像だけでは分からないのかなと思います。でそのセンチネルリンパ節生検自体は手術と一緒にするんですけれども、そのセンチネルリンパ節がどこにあるのかという画像を撮るのを前日にやりました。それがこう胸にまた放射性物質を注射して入れるんですけれども、色が青い色らしくて、その打つとそのセンチネルリンパ節の方にこう色素が流れるらしくて、それで画像を撮るとその色素が集まっているところがセンチネルリンパ節って分かるみたいなんですけれども、そのまた放射性物質の注射をするための麻酔の貼り薬をしました。でその後に今度口腔外科の方で口の中をまあ見るっていうことで、なんでかっていうと手術中に口の中にこうチューブを入れて酸素を送るらしいんですよ。なので口の中にこうグラグラしてる歯がないかとか、そのチューブを入れた時にポロで取れたりしたら困るので、そういうのを調べたり、あと一応口の中のお掃除をするということで口腔外科の方に行きました。で普通に歯医者さんでクリーニングするみたいにバーってきれいにしてもらって、あとレントゲンを撮ったみたいですね。覚えてないんですけれども、私入院中にこう手帳に日記みたくして書いてたんですけど、それを見るとレントゲンって書いてます。入院したのは午前中だったんですけれども、夕方になって今度撮影、センチネルリンパ節の撮影をしました。で夜は9時まで普通に飲食できて、夜の9時から朝の6時までは水飲みと言われました。で朝の6時からは絶飲食で、手術の当日、入院2日目なんですけれども、私の手術は午後からでした。午前中に先生の回診があって、その後点滴を打ちました。手術の前に弾性ストッキングを履かなきゃいけなかったんですけど、弾性ストッキングっていうのは結構きついストッキングで、血栓予防のためです。でも私履くのを忘れて手術室に入ってしまいました。でそして中に入ってから中にいる看護師さんが急いで履かせてくれました。私手術するの初めてだったんですけど、手術台が結構細いのにちょっと驚きました。結構ギリギリぐらいなんだなと思って。それはそうですよね、手術するのにそんな大きいベッドに寝したら届かない、やりづらいですもんね。
で麻酔は眠くなりますよって言われてもすぐ意識がなくなって、目が覚めた時に終わりましたよって言われて、えってびっくりしましたね。その間さっき眠くなりますよって聞いたばっかりなのにもう終わってるのっていう感じで、で部屋に戻って、やっぱ麻酔のせいでなんか気持ち悪くて、なんか二日酔いみたいな気持ち悪さがあって、であとすごい体が熱かったんですね。で熱い熱いって言って、なんか看護師さんが一生懸命仰いでくれてて、でこう、酸素のマスクとかもつけなきゃいけなかったらしいんですけど、つけると逆に苦しいので、もういらないいらないって言って外してもらって、なんか汗拭いてもらって、で胸切ったところはもうすごいなんかでっかい スポンジみたいなようなのがボンってあって、その上に筐体みたいなの巻いて、なんかすごいことになってました。で手術は思ったより早く終わったというか、予定より早く終わったのかな、なんかとにかく意外と早かったっていう感じでした。で傷なんですけど、傷は10センチぐらいあります。あとセンチネルリンパ節生検をやったところは 1.5 センチぐらいかな、小脇のとこなんですけど、ここはあれ、あの夏にノースリー着るとちょっと見えるんですよね、この傷。まあそんなに気になってないですけれども、でこの時はもうすごいいっぱいなんかこうつけられてるので、自分でどうなってるか、自分で切ったとこどうなってるのかが分かんないんですよね。足に血栓予防のための加圧のなんかマッサージするみたいな、ずっとこう動いてるやつなんですけど、足の裏になんかブオーッと膨れるのが交互にあるの、一晩中次の日までつけてました。でもそれってこう動くと止まっちゃうんですよね。そのたんびに看護師さんにまた動かしてもらわなきゃいけなくて、ちょっと申し訳なかったです。でもずっと同じ対戦してるとやっぱ腰痛くなるので、で先生にも右向いたり左向いたりしてねって言われてたので、こう、静かに動けばいいんですけど、ついつい足動かして外しちゃってました。あとドレーンがついて、点滴ついてて、あと尿の管ですね、ついてました。でこの日は一日中絶飲食、夜の8時手術終わったのが夕方だったので、それから4時間後に水飲んでいいんですよね。なのでなんか8時ぐらい前、すっごい喉渇いててもう早く飲みたかったんですけど、その時間まで我慢して、で飲める時間になったら看護師さんが来てくれて飲ませてくれました。で入院3日目は朝から採血、朝の4時半って書いてますね、採血で。この採血も足から取るって言われたんですけど、足私太いので血管見えないんですよ。で怖いと思って、で手術した方の腕から取っちゃいけないって言われてるらしくて、で反対の方は点滴入ってるし、で足から取るって言われたんですけど、ちょっとなんか血管探してたんですけど全然見えないんですよね。で頼むからこっちから取ってくれって言って、なんか無理にお願いして腕から取ってもらいました。でその日朝先生の回診があって、で10時半にはもう尿のカテーテル取って歩行練習をしてました。割とちゃんと歩けました。でもやっぱり具合悪かったです、その麻酔のせいだと思うんですけど。で朝ごはんがもうお腹空いてるので食べる気満々だったんですけど、やっぱ起き上がると気持ち悪くなるので、本当にちょっとしか、本当汁物しか取れなかったですね。で夕方には点滴が終わって、その日は寝てました、気持ち悪くて。で入院4日目なんですけど、朝は普通に回診があって、先生の回診があって、一応痛み止めの錠剤が出てたんですけれども、実際切ったとこってそんな痛くなくて、私痛み感じなくて、ドレーンを入れてるところがずっとチク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 痛くて、そっちの方が痛かったです。早く取れないかなと思って、でもこう体液っていうか、それが30ミリ以下にならないと抜けないって
聞きました。で次入院5日目になって8ミリしかなかったんですよね。それでドレーンは抜けました。で胸のガーゼも外して筐体つけてた筐体も外せました。そしたら今度口腔外科で口の中を見に来たんですよね。なんか口の中のクリーニングしますって言われたんですけど、私口の中、私歯医者がすごい苦手で、もう口の中触れるのがすごい苦手だったんですよ。手術前はもう絶対やんなきゃいけないから仕方なかったんですけど、私そうやって来た時にえーってすっごい嫌な顔したんですよね。そしたら自分でできるようであればお断りもできますよって言われたのでお断りしました。まあ別に普通に自分で歯磨きできたので。で結構食事、入院中の食事が美味しくて、なんか私麺類好きなんですけど、麺類とかもあんかけ焼きそばとかたらこクリームスパゲティとか、まあ2種類、常に2種類あってどっちか選べるんですけど、食事は割と美味しかったです。で朝もご飯とパンとがあって、パンが美味しくて、で聞いたんですよね、これどこのパンですかって。そしたら地元のパン屋さん2カ所から取ってるって言われて、お店の名前を教えてもらったので、退院してからパン買いに行きました、そこのお店に。美味しかったので。でなんか入院2日目になっても起き上がると結構頭がフラフラして、寝てばっかりが良くないのか、なかなか元気な感じにはならなかった。ずっとなんかちょっと気持ち悪い、起き上がって起きてて気持ち悪くなるって感じでした。で便も出なかったので看護師さんに、ちょっと散歩した方がいいですよ、売店までちょっと歩いた方がいいですよって言われたので、売店までコーヒーを買いに行ってきました。でもやっぱ気持ち悪かったです。で看護師さんが温かいタオルを持ってきてくれて背中拭いてくれました。で夕方に今度また足のエコーを取りに、血栓できてないかどうか足のエコーを取りに行きました。で次の入院6日目にはこう テーピング、テープいっぱい貼ってたんですけど、それまた少し取れて、最後1枚だけになったんですけど、テープが。でシャワー OK になりました。で湯船は傷がつかないように半身浴って言われたんですけど、シャワーだけにしました。で翌日退院って言われました。で手術後、そのシャワー入る時に初めて鏡で見たんですけれども、でも傷のところにはテープが貼ってるのではっきり見えるわけじゃなかったんですけど、形、一番気になる形は自分が思ってるほど左右差はなかったです。でも多分術後だから少し腫れてるのもあったと思います。今はもう腫れもすっかり引いて、今はどうかというと、やはり、ま、比べると小さいですよね、手術してない方と比べると。大きさとしては4分の3ぐらいになったかなという感じです。でも いびつな形になったりとか、どっか引きつれたりとかそういうこともなく、傷も綺麗ですし、まだちょっと赤みはありますけれども、赤み、傷の赤みって年数経つとだんだん白くなっていくと思うので、自分では全然不満はないです。多分温泉とかそういうところに行っても、まあ、まじまじと見れば大きさ違うっていうのはわかるでしょうけど、普通に気づかれないかなって自分では思います。でバスタオルに血がついてあちこちついてて、あ、まずいって思ったんですよね。なんか傷口から血が出たのかなって、他に考えられないんですけど、血がつくって。でなんとなく黙ってたんですよね。言わないで、なんか次の日退院って言われたので、それで退院伸びたら嫌だなと思って、黙ってようと思って、まあ見なかったことにしようと思って。そのままにしてました。でも次の日朝の会診でやっぱり先生にバレましたね。昨日シャワー入ったって聞かれて、あ、もうバレたと思って、入りました、バスタオルに血がつきましたって言って、そしたら先生が軟膏塗られましたね。そこどうなってるかよく分かんないですけど、自分では
で、その日は軟膏をもらって帰ることになります。で、料金は高額療養費制度を最初に病院の方に出しているので、まあ、限度額まで払って、あとレンタルパジャマとか食費は別ですよね。で、そういうのも払って帰りました。今日はここまでです。で、次回は手術で取った検体の検査の結果、整形の時とはちょっと違いました、私の場合で。その検査の結果と術後どういう治療をしていくかっていうお話をしたいと思います。では。